はよろしくお願いいたします。まずはこれまでのご経歴からお聞かせいただけますか。私は京都大学医学部を卒業し、ハーバード大学留学を経て、現在琉球大学で研究活動や教鞭をとっておりまして、代謝学や内分泌学を専門にしております。21世紀の初頭、ハーバード大学留学時代は医学部長も歴任されたジェフリー・フライヤー教授の研究室で、内臓脂肪が過剰にたまることで小太り状態からさまざまな代謝異常が重積する、いわゆるメタボリックシンドロームという言葉を医学の世界に提唱する過程に関わりました。新しい言葉でもあり、最初はなかなか広まりませんでしたが、今では肥満症を論じる際のキーワードの一つとなりました。沖縄は第二次世界大戦後の急激な食の欧米化で肥満者が一気に増加した地域なので、琉球大学に着任後は内臓脂肪の研究にとどまらず、脳の働きから肥満にアプローチする研究を展開し、新たな発見を得ることができました。肥満と脳の関係、その発見はどのようなものだったのでしょうか。はい、動物性脂肪の摂取量が多いと脳の中でどのような変化が生じるかを研究しました。牛や豚などの四つ足動物に由来する動物性脂肪や、植物性油でもパーム油などに大量に含まれるパルミチン酸に代表される飽和脂肪酸が、自然免疫系の受容体であるトールライク受容体4型にキャッチされ、脳のマクロファージとも称されるミクログリアという細胞を過剰に活性化します。ミクログリア細胞が活性化されますと、神経細胞のスクラップ過剰を起こして神経連絡性、いわゆるニューロンネットワークを脆弱にします。このようなシナプス切断が延々と続くと、次第に認知機能障害、やめられない止まらないというような依存的な食行動、あるいは運動意欲の低下など、肥満脳と呼ばれる状態に陥ることが分かってきています。このような新しい研究結果を、欧州糖尿病学会 EASD や米国糖尿病学会 ADA の学会誌に発表し、欧州糖尿病学会誌ダイベトロジアでは私たちの論文が掲載号を表紙を飾ることができました。同年には世界最高峰の科学誌ネイチャーでも私たちの研究成果が紹介されました。肥満症を解消するには脳へのアプローチが必要だということでしょうか。その通りです。かつて世界屈指の長寿地域であった沖縄地方では、肥満者の増加に伴って長寿ランキングが男性では1位から36位まで転落しました。肥満症を解消することに健康長寿の鍵が存在すると考え、私たちの研究室では肥満脳の解消法を探求する過程で、玄米が含有する機能成分に注目しました。かつて健康長寿を謳歌した時代の沖縄県民の多くの方が玄米を食べていたことや、玄米から白米文化に移行した江戸時代にはビタミン B1 が不足するカッケが流行し、江戸わずらいと呼ばれたことも踏まえ、玄米には現代の日本人に欠けている何かがあるのではという仮説に至ったわけであります。私たちは玄米に含まれる数百種類にも及ぶと言われる多彩な機能成分の中で、特にガンマオリザノールに注目しました。米の学名はオリザサティバなので、オリザノールはまさしく米油という意味になります。植物由来の天然の油が脳に働きかけて動物性の油のやみつきを防ぐというメカニズムはとても興味深いと思います。ガンマオリザノールを通してどのようなことが分かったのでしょうか。はい、私たちの研究から世界で初めてガンマオリザノールが脳、中枢神経系、腸、消化管と腸内細菌、そして膵臓、血糖値を制御するインスリン産生細胞に作用することを見出しました。
中枢神経系においてはガンマオリザノールが脳のストレス、これは小胞体ストレスと呼ばれます。あるいはミクログリア炎症を抑え、さらには食べることに伴う満足感を伝えるドパミンのシグナルを受け取りやすくなることによって肥満脳が改善することを発見しました。腸においてはガンマオリザノールがバクテロイデデスモンに属するいわゆる痩せ菌を増やして発酵を助け、痩せやすさや抗炎症、抗アレルギー、抗がん作用などを担う短鎖脂肪酸の産生が増加することを明らかにしました。腸内フローラのバランスを改善する発見ではすでに特許を取得しています。膵臓ではガンマオリザノールがインスリン産生細胞であるベータ細胞に作用してグルコースによるインスリン分泌、これは GSIS と呼びますが、これを増強しベータ細胞の細胞自殺アポトーシスを抑制する効果を突き止めており、糖尿病の予防や改善への応用が期待されています。北海道情報大学で実施されたメタボリックシンドローム予備群を対象とした臨床研究では、ガンマオリザノールの継続的な摂取によって中性脂肪や血糖値の値が改善し、また動脈硬化を防ぐ生理活性物質として注目されているアディポネクチンの血中濃度が増える結果が得られました。ガンマオリザノールは今話題の腸活にとどまらず、脳活、さらには糖尿病の予防に役立つ睡活にも期待が広がっています。肥満症の成り立ちを脳科学の視点からアプローチした結果、肥満脳の解消だけでなく太りにくい、糖尿病になりにくい腸や膵の環境を作れる可能性が注目されます。私たちの研究はネイチャー誌で日本の伝統食を活用するユニークなアプローチとして大きく取り上げていただきました。日本の伝統食が世界の肥満問題を解決するかもしれないという視点で世界に歓迎されるのは嬉しいですね。現在はどのような研究を続けておられるのでしょうか。はい、長寿県ランキング1位から36位に転落した沖縄県は、動物性脂肪への依存に加え糖尿病患者の増加や肝疾患脂肪の増加が顕著であり、脂肪、糖、アルコールへの依存から働き盛り世代の死亡率が男女ともに全国ワースト1という残念な状況を生んでいることがうかがわれます。現在私たちの研究チームでは動物性脂肪に限らず様々な依存脳のメカニズムにアプローチしています。例えばアルコール依存に対するガンマオリザノールの予防改善効果です。アルコール依存モデルマウスを用いた実験からは、ガンマオリザノールの継続的摂取によりアルコールの摂取量が半分になることを明らかにしており、最初からアルコールとガンマオリザノールを同時に与えたマウスではアルコール依存に全くならないという予防効果も検証できています。この他にもガンマオリザノールがタバコ、スマホ、インターネット、ギャンブルなどに対する依存脳を改善する可能性を探求しています。最近の海外の研究から、中年期の肥満が後の人生における認知症のリスクを上昇させることが分かってきました。例えば米国のケンブリッジ大学の研究では、肥満者の脳は肥満でない場合に比べて約10歳分脳の移植が加速することが示されています。認知症は発症から診断までに5年から15年以上の長い時間を必要とし、早期に気づくことが極めて難しい病気です。そこでセンターファーマ社さんとの最近の共同研究では、この認知機能にもアプローチしました。ガンマオリザノールを7日して消化管からの吸収率を数十倍に高め、高齢で認知機能が低下したマウスに一定期間投与した結果、マウスの空間認識能力、いわゆる短期記憶力の指標が優位に改善することが明らかになりました。人に置き換えますと、
軽度認知機能障害 MCI と呼ばれる段階であればガンマオリザノールによる改善効果が人においても十分に期待できることを示しています。2021年の年末にはセンターファーマ社さんと琉球大学と共同でこの研究結果に関する特許申請を完了しています。肥満症改善のメカニズム解明からスタートした研究が今では脳機能の改善につながることが分かってきました。肥満から始まった研究活動が依存脳の解消、そして認知機能の改善と腸活、脳活だけでなく未来のパフォーマンスまで生きるようなイメージが膨らんできましたね。そうですね。脳を変えることによって行動変容が起こり健康長寿を手にすることが可能になるわけです。玄米抽出成分やガンマオリザノールを日常的に取り入れることで便秘が改善したというお声や過度な食欲が抑えられるようになったというお声などをいただくことが増えています。また風邪をひきにくくなったとか花粉症の症状が改善したなど免疫機能の向上を体感できるというお声も耳にしています。さらに働き世代のパフォーマンス向上、脳活に活用したり高齢の親世代の認知症対策に活用する事例もあります。私たちの研究が若い世代から働き盛りの世代、高齢世代まで幅広く役立つ可能性が見えてきたことは大変嬉しいことです。